はい、こんにちは、山本です。今日はリュックをいじっていきます。まずは爆発的人気のノースフェイスのリュックですね。おしゃれな学生や会社員の方が必ず持っていると言われている時代に買いました。荷物を一気に入れれて中身の確認もしやすい。流行に流されて買っただけでしたが、買ってよかったなと思いました。たまにある出張もこれで完結。今回はティッシュ箱を詰めて大きさを比べていきますので、よろしくお願いします。大きく開くメインの場所の他はあまりポケットが少ないというのがこれの特徴ですね。小さな荷物が多いので小分けしたいっていう方はポーチなどを使って小分けする必要があると思います。僕は面倒なので荷物ガンガン放り込んでます。それが許されるのもこのバッグの良さですよね。この調子で見ていきましょう。続いてはコールマンのリュックになります。娘がリュックが欲しいというので、ノースペースのリュックシェアしようよというふうに提案したんですが、黄色い派手だからいいだとか、大きすぎるとか、そもそもパパとシェアするのが嫌みたいな散々なことを言われた挙句、リュックを売ってるお店に連行されて気に入ったのを買わされる。ほんとね、ひどい目に遭いました。一体誰に似たんだよ。小物を入れるスペースもあり、両サイドのポケットには水筒やペットボトルなど入れられます。サイドのファスナーから中身を取り出せたりなど、ちょっと気が利いている感じがしますね。さすが我が娘が選んだ商品だけあります。やばかすぎかな。まだまだご紹介していきますよ。続いてはプーマですね。プーマって書くかプーマって書くかで結構印象違いますよね。これはアウトレットに行った時、適当なシャツと一緒に買うと半額になるということで、絶対お得やんと思って買いました。僕は半額とかにめっちゃ弱いんです。お刺身とかが半額だとすぐ飛びついてしまいます。それを僕が食べていると子供に横取りされるんですが、その時また半額を買ってきたと指を刺される始末なんです。半額を笑うなら食うなよ。あ、すいません、これここでしか言えないので。定番のボックス型で大容量、その他のポケットも充実しています。ノースフェイスのリュックよりも軽くて、正面にある大きなポケットが使いやすいです。一番下に靴を入れるスペースがあったり、デザインも含めスポーツの視点から作られたリュックという感じですね。まあ、これが半額とかやっぱ奇跡でしょう。実は今日動画を作ったのはこのリュックを紹介したかったからなんです。我らがジャイアントさんのリュックになります。勝手に我らがって言ったら怒られるのかな。最近リュックの沼で泳いでいる僕は良さげなものに目が行きがちなんですが、ジャイアントさんの商品をいろいろ見てたら、これかっこいいじゃんと思って容量も見ずに仕入れてしまいました。いや、めっちゃでかいのが届いたんですよね。大きさにも驚いたんですが、このリュック正面両サイド上下どこからも中心にアプローチできないんですよ。どうなってんだこれと思って見ていました。上にはヘルメット、下には靴2足分ぐらいのスペースがあります。ただし使った分中心のスペースが狭くなっていきますね。ほとんどの商品はこの部分単独になっている気がするんで、シェアする形になっているのは珍しいんじゃないでしょうか。でメインへのアプローチ方法ですが、なんと背中の部分なんです。これは珍しいでしょう。バッグ自体がちょっと大きいので当たり前ではありますが、容量めっちゃ多いです。もうほんとお店にあるだけのティッシュを集めて詰めました。この容量なら旅行も十分っていう気もしますし、子供とどっか行くという時も荷物多くなりがちになってしまうと思うので、まあ、そういった時はありがたいですね。逆にちょっとそこまでっていうのはでかすぎます。触り忘れてますが、中央に立てるとパーテーションになる仕切りみたいなのが縫い合わせてあります。触ってないので分かりにくいですが、こんな感じに荷物が仕分けられるっていう感じです。横から開けるからこそできる仕切りですね。ということで駆け足で見てきましたリュック、いかがだったでしょうか。21年モデルの自転車の紹介も一息ついてきたので、今後はこんな企画も少しずつやらせていただければというふうに思ってます。ちなみに先日釣りの動画を撮影に行ってきましたが、本当丸坊主だったのでお蔵入りです。